学問を中心とする仏教として始まったのではないかと思います、うん、実際に経典を構設する場というのをですね法営という名前で呼ぶんですけどもえっ、ー、と法営という集まりが大切なものだという意識がどうも作られていくようです、うん、え実はその経典を構設したりする法営の場において 僧侶の昇進に関わるような試験を一緒に行うというようなことがですね、どうも行われるようになったと考えられています。ですからいつの間にか出家と言いますとこの世俗の世界から離れるというのを私たちはイメージしますけれども、うん、日本の仏教の場合にはいつの間にか出世の改定がこうできてしまったと。そうしますとこう、まあ、苦しみから逃れるためのこの仏陀の仏教からはだいぶ そういうところはあの否めないいと思います、まあ、実際に距離って大事なものではあるんですけれどもそれだけに、えっと、こだわってはいけないえつまり、えー、名誉だとかです、ね、経済的な利順を求めるのではなく。 仏教者として社会の中で何が一番大切なのかというのをですね、真剣に追求するお坊さんたちが現れてきますで、そのようなお坊さんたちのことを当時はトンセという名前で呼んでいたことが分かっていますトン戒律を守り禅定、すなわち瞑想を行い知恵を得る戒定絵は仏教本来の教えです それが追い求められるようになった背景には平安末期から鎌倉時代にかけて続いた世の乱れがありました貴族の力が衰え武士が台頭各地で反乱を起こします追い打ちをかけるように飢饉や疫病災害が人々を襲います 世の中に不安が蔓延する中、人々はトンセの僧たちに救いを求めました。既存の権力から離れ、民衆の中に身を置く彼らが目指したのが、戒上への復興でした。仏教の本来の教えこそが、人々を苦しみから救う、そのことを広めようと、 トンセの僧たちによって日本仏教を代表する宗派が次々に誕生しますこれらは後に「鎌倉仏教」と呼ばれるようになりました複雑な仏教の教えを各宗派がただ一つに決めたのが鎌倉時代の仏教の特徴になると思います。浄土系の方たちは えー、阿弥陀様を正面に据えた協議、うんえー、を立てまして、で前週の方たち、えー、座禅の実践によって悟りの世界に入っていくということを主張いたします。でまた日蓮さんはあの日蓮宗を開いていきますけれども正大の実践によって、えー、悟りの世界に入っていけるということをですね主張いたします。 これだったら選びやすいですね。うん、確かにあのあ、はい、これが大事なんだってね。そうですね。わかりやすい。タミさんだったら何を選ばれます、うん？僕だったらなんかまあでもひたすらに念仏せよだとゆ言,言えばいいのかラッキーみたいな感じで、ま <laughs> <laughs> たダついたよな感じがしますね。<laughs> 私にもできるっていう。そうですね。はいうん、でもその一方で問題も生じました。 それは何かと言いますと、各宗派の競技理解を絶対とし、他を排除する傾向が少しずつ生まれてくるんです。あ、俺これ正しくてあっちは間違えてるっていうのはで、ね、始めちゃったってことで,ですか。そうですね。<ー>はい。あの距離を中心にして考えていきますと、どうしても優劣の問題というのを考えていくようになるんだと思うんです。ところがそうではなくて、えっ、ー、と行 実際の修行、まあ、これはあの瞑想というふうに言い換えてもいいと思うんですけれどもそこの部分に立ち返って考えていけば実は乗り越えることができるのではないかと思っています。うん